こんにちは、まひまひぶんぶんのラブちゃんとラブちゃんのお母さんです。今日は3月の27日月曜日です。今日は抜歯しましたね。痛かった？痛くないって言ったのにね。ねえ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 、つけるのちょっと待って。抜歯痛くないって言ったのに、背中は泣かなかったけど、お腹が思った以上に痛かったらしくて、泣いてからスイッチが入ってしまって、5分ほどギャン泣きしました。病棟中響き渡って、お部屋のドアを閉められてしまいました。ね。抜歯してくれた先生には怒ってないけど、抜歯は痛くないよって言った先生に、退院までお家に帰るまでパッドは外さんよって言ってたんですけど、今日2回目の台が お手洗いで成功しまして、もう朝パッドを外したんですけど、そのせいか抜歯のせいか何かゲームをしすぎかテンションが上がってしまって、テンションってかその緊張が上がってしまって、足がピーンってなるのがすごいひどくて、久々にちょうどのタイミングでドア開けないで久々に足のこのバンドを当てました。当てて過ごしてますなんかちょっと OT 終わってから落ち着いてきたかな。ハメチョク？まだハメチョク痛い？自信ない？だから開けないそのドアを透かしてお部屋で過ごしてるんですけど、透かしたくて透かしたくて今たまらなくて、ちゃんと車椅子が動かないようにブレーキして、いつでもドアを開けれるようにセッティングしてますけど、お母さん今撮影してるからドアを開けてほしくないのなんか本当になんか気分も興奮してて何なんですかね、やっぱ隊員が近づいてきているからかしらそうなのかしら、うん、そうなの、もうすぐ家帰れるから嬉しいの、じゃあ開けようか。じゃあバイバイして、バイバイして。はい、バイバーイ。退院まであと3日です。ん ?3 日で落ちるでね。開けないで。開けな。え？月曜日、火曜日。退院まであと3日です。開けていいよ。